JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。12月になると街は一気にクリスマスの雰囲気に包まれます。東京駅の目の前、切手丸の内でも11月24日からクリスマスイベントホワイト切手が始まりました。今年のコンセプト、日本らしさとあなたらしさをのもと、伝統工芸や和紙を用いて日本らしさを強調したクリスマスを表現しています。1階のアトリウムでは約1万2000枚の和紙でできた雪が天井から降り注ぎ、クリスマスツリー、オブジェ、フォトスポットなど様々な方法で圧倒的な白い世界を演出するなど、館内全体を使って白銀の世界を体験できるようになっています。日本で最初にクリスマスが行われたのは1552年のことと言われています。イエズス会の宣教師でフランシスコ・ザビエルと共に日本で布教を行ったコスメ・デ・トレースが現在の山口県でキリストの降誕祭を祝ったのが最初と考えられています。その後、徳川家康がキリスト教を禁止したためクリスマスも途絶えます。明治時代に入って銀座の明治屋がクリスマスのセールを始め、一般市民にも普及しましたが、本格的に広まったのは昭和に入ってからです。戦前は天皇の崩御の日も祝日としていたため、大正天皇が崩御した12月25日は大正天皇祭として祝日となっていました。この頃に日本にクリスマスが定着したと考えられています。銀座のカフェなどではクリスマス特別メニューが提供されたり、店員たちがクリスマスの仮装をしていました。独自に発展していった日本のクリスマスですが、今回海外のあるサイトで日本のクリスマスが話題となっていました。日本のクリスマス風景を写した写真の中で、イエス・キリストではなくサンタクロースが十字架に貼り付けになっている写真が外国人の目に留まり、さまざまなコメントが多数アップされました。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。日本人はちゃんとクリスマスが何なのかは分かってる。ただそこにジョークを混ぜているんだ。日本人は多分クリスマスの何たるかを完璧に理解してると思うよ。十字架は英語で言うとクロスだから、サンタとクロスでサンタクロスっていうことかもよ。日本語だとクロースとクロスはあんまり使い分けないから。要するに寒い親父ギャグってこと？いやいや、日本人独特のユーモアなんでしょう。日本じゃクリスマスは結構な一大イベントだよ。それなのにサンタが十字架にかかってるのは、日本ではクリスマスが宗教的な行事じゃなくてみんなの気分の問題になってるからだろうね。日本のクリスマスが西欧諸国とは違った形で発展した理由として、文化的な背景や食材の入手のしやすさなどが考えられます。クリスマスといえば、海外の多くの国ではクリスマスのお菓子ですが、日本のようにケーキが出てくることは不思議なことのようです。また七面鳥を入手しにくいため、フライドチキンが代用されているのも日本独自の特徴です。さらに、こうしたケーキやフライドチキンは大手チェーン店の開催する商業キャンペーンがきっかけになって定着したとも言われています。またクリスマスというとプレゼントがつきものですが、日本では一人に一つが定番です。それに対して欧米では、クリスマスが近くなると家族や親族から続々とプレゼントが届き、大きなクリスマスツリーの下にたくさんのプレゼントを置いていきます。子供たちは複数のプレゼントを受け取るスタイルになっているのです。サンタクロースについても違う呼び方をする国があるのに対して、日本ではサンタクロースという呼び方が定着しています。西洋から始まった文化を独自のスタイルで取り入れていく日本に、多くの海外の人々は新鮮さを感じたようです。そんな日本のクリスマス商戦の市場規模は5800億円に上ると推計されています。母の日が4300億円、バレンタインが1520億円ですので、その大きさがわかります。時期が決まっているギフトシーズンの中では最大の規模です。昨年はコロナ禍でしたので、クリスマスはおうちでクリスマスがキーワードでした。ある調査によると、昨年のクリスマスは家で過ごす、多分家で過ごすと答えた人が全体の9割にも上りました。家で過ごすと回答した人に過ごし方について聞いたところ、テイクアウトで豪華なおうちご飯と回答した人が全体の3割と第1位でした。2位は料理やスイーツを自分で手作りする、3位はクリスマスの飾り付けをするが上がりました。昨年と違い、今年は感染状況が落ち着いてきて、オミクロン株の懸念があるものの、街は少しにぎわいが戻ってきています。
仮にこのまま落ち着いた状況が続いたとしても、昨年すでにお家でクリスマスを経験していますから、今年もコロナ前とは違った過ごし方が主流になるかもしれません。この投稿にはさらに多くのコメントが寄せられていました。日本人は無宗教なのにクリスマスをやるって面白いね。七面鳥の代わりにケンタッキーだっていいアイディアだねというコメントや、欧米人だってちゃんとは分かっていないから OK などといったコメントも見られました。そんな声をさらにご紹介していきましょう。海外の反応。ほとんどの日本人は無宗教無信仰だってのに、ちゃっかりとクリスマスはお祝いするっていうのもなかなか面白いね。そもそもクリスマスは北欧の冬至の祭りを取り入れたものだから、イエス・キリストとは何の関係もないけどね。日本人は大体みんな神道を信じてるよ。そもそもどうしてキリスト教の国ではイエス・キリストとクリスマスとサンタクロースがワンセットになったんだっけ。昔聖ニコラウスって人がいて、その人が子供たちにたくさんプレゼントを送ったらしく、その話をアメリカに移住したオランダ人が伝えて、それがいろんな民族の冬のイベントと混ざり合ってサンタクロースになったってことらしいよ。加えて日本人はクリスマスには七面鳥の代わりにケンタッキーを準備する。事前にちゃんと予約をして、そして家族みんなで食べるんだ。形式としては完璧じゃないか。日本でクリスマスにケンタッキーを食べることはだいぶ前に BBC が報道していた。日本じゃ七面鳥なんて買えないんだからしょうがない。だからそこに乗じてケンタッキーが、代わりにうちのフライドチキンでどうって打ち出したんだ。それが定着して今につながっているんだ。サンタの衣装が世界中で赤色なのは、もともとはコカ・コーラでキャンペーンを打ったのが始まり。クリスマスプレゼントもどこかの会社の発案だよ。クリスマスはビジネスの一大戦略の一環なんだ。僕はどっちかというと日本風のクリスマスが好きです。クリスマスにケンタッキーはいい考えじゃないか。素晴らしい。でもこっちのケンタッキーよりだいぶヘルシーに見えるな。聖ニコラウスが12月6日に神に召されたのを記念して、ヨーロッパでは聖ニコラウスにちなんでプレゼントを贈る習慣ができた。その習慣がどうしてクリスマスとセットになったのかはちょっとわかんない。ちなみに聖ニコラウスの主演の地はトルコでした。東欧全体かハンガリーだけかはわからないけど、そっちではサンタクロースはみんな知ってるけど、それに乗ってプレゼントを持ってくるのはイエス・キリストだって教えられてきた人もいるね。でもテレビ CM に出てくるプレゼント運び人はサンタクロースなんだけどね。チェコでも同じく、プレゼントを運んでくるのはイエス・キリストだ。でもこの国の子供たちはみんなクリスマスとキリスト教徒が関係あるってことを知らないんじゃないかな。僕は知らなかったし。日本ではケンタッキーを食べてるみたいだけど、アメリカで暮らすユダヤ人はクリスマスには七面鳥でもケンタッキーでもなく中華料理を食べるのが風習になってる。なんでそうなってるのかは誰も知らない。日本人はクリスマスもハロウィンもごちゃごちゃだぜ。それは結構面白いな。なんでアメリカの祭日が定着したんだろう。商売根性のなせる技かな。日本人は基本的には一旦全部受け入れて、その後それを自分たち向けに変化させるんだ。日本人は俺たちよりも一歩も二歩も先を行ってるってだけさ。欧米人だってクリスマスの意味は全然分かってないよ。ただプレゼントをやり取りするだけだよね。日本人が欧米をどういう風に見ているかを垣間見るのはいつも興味をそそられる。日本人は欧米のものを自己流に変化させるよね。この写真はそういう日本人の特徴が現れていてすごく面白いね。いいのいいの、欧米だってほとんどの人は分かってないから。いやいや、さすがにイエス・キリストの生誕を祝うってことは分かってるでしょう。ただクリスマスパーティーに力を注いでいるだけで、欧米人だってちゃんとは理解してないからね。クリスマスツリーは北欧の冬至のお祭りからだし、イエス・キリストが生まれたのも12月じゃないし。俺はフランス人だが何も分かってないぞ。おとぎ話がいくつかごちゃ混ぜになってる状態さ。サンタクロースを貼り付けにしたディスプレイはさすがにジョークだと思いますが、イエス・キリストの生誕、クリスマスの意味、サンタクロースの由来などちゃんと理解しているかと言われると自信ないですね。コメントにもありましたが、確かに日本人は外国のものを取り入れて自分たちに合うように変化させるのが得意かもしれません。ケンタッキーを食べるなんてその好事例と思います。
あと少しでクリスマスです。コロナがこのまま落ち着いた状況で少し安心して迎えられるといいですね。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。